様々なレッスンをを実施しております。概要欄をご覧ください。英語の文には大きく分けて B 動詞を使った文 B 動詞というのはアム・ア e イズを使った文ですね、A、状態を表しますともう一つ一般動詞を使った文主に動作を表すと考えてください2種類の文があると考えてください この区別の方が非常に大切となってきますので見分けられるようにしてくださいまずは B 動詞 am、a r e is の文から見ていきましょう am、are、is のことを私は単語三兄弟と呼んでいますなぜ三兄弟かというと意味が全く同じだからです意味は何々です人がどこどこにいる 物がどこどこにあるという意味となっています I の時は am、u の時は are、he などの時は is とねペアの相手は決まっていますのでしっかりと確認してくださいそれでは基本文から見ていきましょう私はシドニー出身ですこのようになります I am from Sydney I 私は am というのは何々ですまたはどこどこにいるという意味ですね from というのは出身と、ここではね、分かりやすいように出身ですとね、あの訳していただけたらと思います。えっと、難しいことを言うと、アムはね、いるという意味がありますね。from は何々からという意味があるので、何々から来て、えー、そこにいるという、ね、存在を表す意味があるんですけども、分かりやすいようにここでは、アム、はー、イは何々です。from は出身とね、えー、考えていただいた方が分かりやすいと思いますね。 シドニーというのはーオーストラリアの地名のことですね。このようになります。あなたはシドニー出身です。英語にできるでしょうかこのようになりますね。You are from Sydney ね。You あなたは、You の時には同じ何々ですけども、あを使ってくださいね。I の時はアムを使いました。You の時はあを使いますね。From Sydney。このようになりますね。3つ目です。彼はシドニー出身です。 よろしいでしょうかこのようになりますね。He is from Sydney. ね。He, 彼はの時には B 動詞は is を使います。ね。A、from と Sydney は同じとなります。よろしいでしょうか右を見てください。am, are, is は主語。ね、誰々は、誰々がによって使い分けてください。ということでね。I の時は am, you の時は are, he の時は is とね。使い分けできるようになってください。 次は否定文を見ていきましょう。否定文というのは、えー、赤で書かれているように何々ではないという意味の文となります、えー。このようになります。私はシドニー出身ではないというのはこのありますね。I am not from Sydney、ね。B 動詞、am の後ろに「not」を置けば否定文何々ではないという意味となりますね、えー。しっかりと確認してください。次行きましょう。 あなたはシドニー出身ではない。このようになります。You are not from Sydney. be 動詞、r の後ろに not をつければ否定文、何々ではないという意味となります。彼はシドニー出身ではない。もうわかりでしょうか。このようになりますね。He is not from Sydney. be 動詞の is の後ろに not をつければ、何々ではない否定文となります。右を見てください。 am、are、is の後ろに not をつけると否定文となります。何々でないという意味ですね。またその下を見てください。短縮形があります。are not の短縮形が ant。is not の短縮形が isn't となりますね。am not の短縮形はありませんので、えー、I am をつなげてね、I'mnot という言い方をよくします。 それでは疑問文を見ていきましょう。疑問文というのは日本語の2つ目見てくださいね。あなたはシドニー出身ですかというふうに尋ねる文のことを疑問文と言います。日本語ではね、かを最後につければ疑問文となります。それでは上から見ていきましょう。あなたはシドニー出身です。先ほどの文です。よろしいでしょうかこうなりますね。You are from are Sydney. 続いて疑問文です。 あなたはシドニー出身ですかこのようになります。Are you from Sydney?、ね、B 動詞の a r に注目してください。もともね、you の後ろ、ね、you と from の間にあったものが前に来ると何々ですかという意味の疑問文となります。確認してください。右を見てくださいね。B 動詞を主語の前に出すと疑問文になるということですね。 答え方にも注目してください。はい、そうです。いいえ、違います。このようになります。Yes, I I'm am. No, not.、ね、まず、はいがイエス、ノーがいいえと、ね、覚えてください。あなたはシドニー出身ですかと聞かれてますので、はい、私はそうですね。この愛ね、えー、なぜ愛になるかも理解してくださいね。 そして、are you という形で B e 動詞で聞かれてますので、i の後ろは B e 動詞で答えるようにしてください。i の B e 動詞は am ですね。ですので、yes, I am となりますね。no の場合は、no, I'm not という形で否定形で答えるようにしてください。I am は短くして I'm となっていますね。no, I'm not このようになります。B e 動詞のパターンをしっかりと理解してください。 もう一つ見ていきましょう。彼は東京にいる。ね、よろしいでしょうか。「アム・アー・イズ」の三兄弟は人がどこどこにいるという意味もあります。このようになります。he is in Tokyo となりますね。彼は東京にいますか疑問文にできるでしょうかヒントです。B 動詞の「イズ」の位置に注意してください。このようになります。is he in he Tokyo?、ね be 動詞の「is を主語「he の前に持ってくれば疑問文となりますね、えー。よろしいでしょうか。続いて「はいいます」い「いえいません」どのようになるでしょうか。このようになります。よろしいでしょうか。「Yes he is」「no he isn't」ととなりますね、えー。注意点ですね。彼はいますかと聞かれてますので「はい彼はいます」ということで「Yes」の後はここは「he となりますね。 he の B e 同士は is ですので yes he is または no he isn't、ね、isn't というのは is not の短縮形です。このような形となります。続いて一般同士です。一般同士には drink 何々を飲む play 球技などをする like 何々が好きであるという、ね A、単語などたくさんの単語があります。 それでは基本文から見ていきましょう。私はサッカーをする。このようになります。I play soccer. I 私は play 何々をするという一般動詞ですね。サッカーですので、I play soccer となります。二つ目です。あなたはサッカーが好きです。このようになります。You like soccer. You あなたは like。これが一般動詞です。サッカーとなります。私たちはコーヒーを飲む。 このようになります。We drink coffee.We というのは私たちという意味ですね。Drink は飲むです、ね。動作を表していますね。Coffee、コーヒーのことですね。えー、右を見てください。間違いやすい、ねえー、注意点ですけども、B e 動詞 am, are, is と一般動詞は一緒には使えません。ですので、I am.Am am は B e 動詞ですよね。Play は一般動詞ですよね。I am play soccer とか、 you are like soccer、R、は be 動詞ですよね like は一般動詞ですよね一緒には使えませんので注意してくださいそれでは一般動詞の否定文を見ていきましょう何々しないね、好きでない飲まないという形でまず日本語のね意味をしっかりと押さえてください私はサッカーをしないこのようになります I don't play soccer I よろしいでしょうか b 動詞の時は b 動詞の後ろ「am」「a」「r e is」の後ろに「not」をつければ否定文となりましたけども一般動詞何々するね」ねなどの一般動詞の時は「don't」を主語「i」と動詞 play」の間に入れます。ですのでこのような形となります。2つ目いきましょう。あなたはサッカーが好きでない。このようになります。You don't play soccer. ね、同じく「like」一般動詞を使った文ですので「don't」を主語「you」と動詞「like の」あの間に入れます3つ目です私たちはコーヒーを飲まないこのようになります「we don't drink coffee、ね」「drink 飲む」という一般動詞ですので「don't」を「主語」と動詞の間に置きますよろしいでしょうか右を見てください 一般動詞の否定文は、don't というのは do not の短縮形ですね。短い形ですね。主語と動詞の間に置きます。それでは一般動詞の疑問文を見ていきましょう。2行目の日本語を見てください。あなたはサッカーが好きですかね、えー。尋ねていますよね。日本語ではかをつければ疑問文になります。それでは上の文から見ていきましょう。あなたはサッカーが好きです。 よろししいでしょうか。このようになります。「ね。You like soccer」という形で「like」一般動詞の文です。あなたはサッカーが好きですか、えー、疑問文ですね。このようになります。「do you like soccer」という形で一般同士、ね like、ここでは「like」ですね。の時には「do」を主語「you」の前に置きます。 アム、ア r e i の文はアムは r e is を主語の前に置きましたが、一般動詞の文は do を主語の前に置きます。よろしいでしょうか。答え方ですね。Yes, I do. または No, I don't. となりますねえ。あなたはサッカーが好きですかですので、はい、私はというこの I ね。なぜ I になるかも理解してくださいね。do で聞かれている時には、Yes, I do. または、No, I don't ねで、えー、返すようにしてください。Don't というのは、えー、Do not の短縮形、短い形です。よろしいでしょうか。右を見てください。一般動詞の疑問文は、Do を主語の前に置いてください。それでは、この表を理解できれば、これからの英語の学習でかなり役立ちますので、えー、しっかりと覚えてください。 まず日本語で見てくださいね。一般動詞というのは、あなたは生徒です。ね、生徒ですという状態ですね。動きますかね、生徒は動くかもわかりませんけども、生徒という状態は動きませんよね。状態を表すのが B 動詞だと考えてください。一般動詞には色い々ろいろあるんですけども、あなたはサッカーをするということは動作を表しますね。動作を表さないものもあるんですけども、 一般動詞は動作を表すものが多いと考えてください。ですので、状態を表す be 動詞と動作を表す一般動詞。これが一番簡単な見分け方だと思います。それでは左の be 動詞の文から見ていきましょう。あなたは生徒です。このようになります。You are a student。ね、ですという状態を表しますので、be 動詞が使われていますね。あなたは、you の be 動詞は are となりますね。 2つ目です。あなたは生徒ではありません。否定文ですよね。上の be 動詞を使った文の否定文はこのようになります。You are not a student、ね。be 動詞の文は否定文にするには be 動詞の後ろに not をつけてください。あなたは生徒ですか疑問文ですね。このようになります。Are you a student?be 動詞の a を 主語 U の前に出してください。あから始めてくださいね。Are you a student? とね、えー、上げて発音してください。はい、そうです。い,いえ、違います。こうなりますね。Yes, I am.No, I'm not. という形で、Are youB 動詞で聞かれた場合には B 動詞で返すようにしてください。I の B 動詞は Am ですね。No の場合には Not が入りますので No, I'm not。このようになります。それでは右を見ていきましょう。 一般動詞の文です。あなたはサッカーをする。こうなりますね。You play soccer となりますね。サッカーをするのする。プレイが使われていますね。あなたはサッカーをしません。否定文ですね。一般動詞の否定文はこのようになります。You don't play soccer ね。一般動詞の否定文は don't 主語 you と動詞プレイの間に置きますね。be 動詞は B 動詞の否定文はアーの後ろにノットを置きましたね。しっかりと区別してください。疑問文です。あなたはサッカーをしますかね。このようになります。Do you play soccer? ね。 えー「do」を主語の前につけてください Do からスタートですね。Do you play soccer? play、ねえー、こちらも、えー、最後上げて発音してくださいね。B e 動詞の疑問文は B e 動詞 am」are, is」を主語の前に置きましたね。一般動詞は do、ね「do、えー」を付け加えます。よろしいでしょうか。はいします。いいえしません。というのはこのようになります。「yes I do」ね。えー「do」で聞かれたら「do」で返してくださいね。 No, I don't. ね。do または don't で返してください。B e 動詞の時には B e 動詞で返しますね。are you と B e 動詞を使って聞かれた場合には B e 動詞で返しますね。do で聞かれたら do または don't で返します。この表はもう丸暗記でも構いません。とても大切ですので必ず何回も発音して覚えてしまってください。 練習問題です。一時停止ボタンを押してご自身で英語を考えてみてください。ヒントを出します。カッコに入る語をご自身で考えてください。それでは、えー、答え合わせをしていきます。まずこちらは B 動詞の文ですね。私は元気です。よろしいでしょうか。元気というのは fine が使われていますので、元気という状態を表しますね。私はですので、i ですね。i の B 動詞はアムですね。 I am fine am となりますね。短縮形で「I'm fine」でも構いませんね。ッ、ま、コ、あ、が2つありますので分けて答えてください。2番です。あなたは先生ではない。先生ではないという状態ですよね。あなたですので、you ですね。you の B 動詞は、r ですね、えー。否定文ですね。ありません。否定文ですので、r の後ろに not をつけてください。you are not a teacher となります。 3番、彼はお腹が空いていますかお腹が空いている状態ですか疑問文ですよね。彼というのは、he ですね。he の B 動詞は、is ですね。is はどうなりますか ?is からスタートですね。is he hungry? ね。B 動詞の is が主語 he の前に来れば、疑問文となりました。4番です。はい、彼は空いています。 いいえ彼は空いていませんね、えー、上の質問の3番の質問の答えだと考えてください。yes ですので、まずはいですね。彼は空いていますかですので、はい、彼はですので、yes, he。he、ね、の b 動詞は is ですよね。yes, he is。または n o の場合は n o he, isn't。isn't と,、ね、というのは is not のことですね。よろしいでしょうか それでは次は一般動詞の練習問題です。一時停止ボタンを押してご自身で考えてください。カッコに入るをご自身で考えてください。それでは答えを見ていきましょう。私は日本食が好きですね。好き、like を使った文となりますね。まず私はですので、i ですね。好きというのは like ですね。日本食というのはジ n パニーズフードとなりますね。2番です。 あなたはコーヒーを飲みません。よろしいでしょうか否定文ですね。飲むというのは d drink ね、一般動詞ですね。まずあなたはですので、言う。一般動詞の否定文はよろしいでしょうか o n とですね。ドリンクコーヒー。一般動詞の時の否定文はドンと主語と動詞の間に置きます。よろしいでしょうか 3番「あなたはサッカーをしますか?ね」。「カーがありますので疑問文ですよね。えー、サッカーをするというのはプレイです。一般動詞の時の疑問文はどうだったでしょうか先頭は「do」ですね。あなたはですので「you」。サッカーをするというのは「プレイですので「do you play サッカー?」となりますね。4番3番の質問に対する答えです。「はい私はします」。「ね。あなたはしますか?」ですので私はするので「yes, I」。 ね、Do で聞かれた時には Do で答えてくださいね。または No, I, Don't という形で答えてください。ね。Don't というのは Do, Not の短縮形ですね。よろしいでしょうか。Thank you for watching. 個別レッスン。不登校の方への取り組み。オンライン英語塾も実施しております。わかりやすく丁寧に解説します。まずは概要欄をご覧ください。See you next time. 拜拜。Bye bye.